皆さんこんにちは、ワナルグルミジです。今回は信長の野望、徳川家康編続きをプレイしていきたいと思います。秀吉とも決戦に勝利して、畿内一円を一挙に勢力圏内に組み込むことに成功しました。その畿内一円はですね、榊原康政に任せてあります。なのでこの榊原康政、これを対秀吉の最前線に当てて、今回は秀吉を滅ぼすところまで、なんとかね、一気に、ことを運んでいきたいというふうに思っています。では早速、時間を進めていきましょう。出陣する。さあ、忠勝の軍団が金ヶ崎に出陣しましたね。まあ、すでに秀吉の軍勢は、前回で、決戦で、壊滅状態に追い込んでいるので、まあ、ここは確かにね、軍団に任せて一挙に、秀吉を殲滅するには、うってつけの時期が来てるかなとは思います。さらに、上杉景勝の軍勢が朝倉山城で、秀吉の軍勢と戦ってますね。これはいい状態だと思います。金ヶ崎城攻略中の忠勝の軍勢ですが、ここに援軍を送る余裕が秀吉の方にはなさそうですね。すごくいい状態だと思います。このままいけば北の将も落とせる、まあ、そういうね、情勢が整ってきたのかなと思います。ようやく遅れて秀吉の軍勢、わずかな手勢ですが、金ヶ崎に援軍を送ってくるようですけども、まあ、その前にね、金ヶ崎城を落とせる情勢が整いつつあるかなと思います。で、この機に乗じてですね、北の将、ここに軍勢を送って、北の将も同時に制圧できるようにね、策略を巡らせていきましょう。北の将には、家康自ら出陣です。金ヶ崎は、忠勝が落としてもらいます。大きいですね。しかも三成を捕らえたか。三成は一旦野放しにしましょう。ここでね、ラスボス級の三成を斬首してしまうのはあまりにももったいない。できればいずれ配下に加えたいぐらいですよね。さらに忠勝の軍勢ですね、北の将に向かいました。北の将はですね、先ほど家康の軍勢が自ら出陣して、まあ、周りをね、完全に制圧して孤立させたというところまで進めていました。なので最後の一手を忠勝が下す、まあ、そういう状況かと思います。忠勝も自ら軍を率いて出陣ですね。1万1千の軍を率いて北の将に向かってます。この北の将にはですね、清正、これも1万1000が布陣してるので、清正と忠勝というね、これまた見物な戦いになりそうですね。城を攻めよ。合戦が始まりました。石川数正が死んだか。数正はですね、軍団長を任せていたので、まあ一時的に家康の直轄領へと組み込みましょう。今はね、何はともあれ北の将を取ります。今ひとたびだけ戦う。忠勝と清正の戦いですが、まあ忠勝の圧勝ですね。格がまあちょっと違うかな。これで北の将は取れたと思うので、朝倉山を取り、あとはですね、野地瀬山、ここにも軍を進めているので野地瀬山も取れるでしょうというところですね。忠勝が大奮闘、大活躍しているところで、続いて康政ですね。榊原康政が矢上城に向けて出陣です。秀吉が最後で取り入れとするであろう姫路城までじりじりと近寄っていきましょうね。続いてですね、井伊直政隊ですね。井伊直政が秀吉の軍勢とぶつかります。秀吉の軍勢には、まあ、秀吉の本体3000のほか、後藤又兵衛なんかも入ってますね。これに対して、まあ、戦
だけを考えればですね、決して秀吉に劣らない直政、これがどう戦うか、まあ、そういう局面になります。さてではですね、秀吉の軍勢と三度決戦のチャンス到来しているので、これ秀吉と決戦しましょう。これで矢上城を奪取できるチャンス到来ですね。兵力では家康が25,000、秀吉が11,000というところですね。ただ敵の方には左近がいるようですね。まあ左近は要注意かなというところですね。あとは敵の、陣容ですが、あとは加藤義明いますね。東堂高虎、そして左近、まあやっぱり強いですね。さらに後藤又兵衛もいて、まあ秀吉もいると。まあそういう布陣です。まあ、残っている敵は精鋭中の精鋭というふうに見て良さそうですね。まあ、数では有利に勝ってはいるので、まあ、ここはですね、まあ、確実性を重視して戦っていきましょう。特に家康がね、やられるっていうことは、まあまあないとは思う。何をすべき、しっかりと家康をね、うまく使って戦いましょう。はい、秀吉軍自ら率いていた秀吉も撃破目前で優勢勝利です。これでこの矢上城がね、家康の勢力圏に組み込めるんじゃないかなと思います。はい、秀吉滅ぼしたんですが、最後の一つの城、これをですね、出雲のお国の舞台に取られてしまいました。まあ、つまり毛利の城になったということなので、秀吉の優秀な家臣団、そのすべてを毛利に持っていかれたという形ですね。なので、これからの敵は毛利になると思います。上杉北条とはしっかりと同盟を結んであるので、今度は中国地方の毛利、これの征伐に向かっていきましょう。四国には長宗我部、九州には島津。もうこれしか大名家残ってませんからね。これらをしっかり討伐していきます。